アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やりちゃです。令和6年5月19日、場所は大阪 MK タクシーフィードエクスポにて、2024 X リーグジュニアトーナメント交流戦、トライスターズ対クラブアイランド一戦が間もなく行われます。本日の、MK タクシーフィードの天候はあいにくの、雨天となっております。しかし風は今のところなく、これらのコンディションを鑑みての一戦という形になってまいります。現在その試合に先立ちまして両チームがウォームアップに入っているところです。また本日は併設しております、スイータスタジオにおりまして、ガンバの試合がありましたことによって現在、その、方々の人況及び、マイクが今飛び交っているところであります。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。本日、手前側ホームスタンド側に陣取っておりますのが、X3 に所属しておりますトライスターズです。1974年にアメフト好きの3人が集まりまして、アシアトライスターズとして発足いたしました。楽しいと勝利両方を得るために、選手、サイドライン、スタンドが三位一体となり戦えるチーム作りを目指しているチームです。かつてはプライベートリーグにも所属し、そしてプライベート、そして X リーグに共に参戦するという非常に挑戦的な、チーム運営を行っていたチームでもあります。現在は X3 に単独参戦という形になっておりまして、今季も X3 において戦いに挑む予定になっております。選手は未経験者から大学一部校まで幅広く在籍しております。また、本来のアメリカンフットボールの活動以外に、このアメリカンフットボールを、さらに発展させ、病室とフィールドをつなぐホスピタルフットボール活動という、活動があり、こちらにも参加しております。淀川を拠点にさまざまなリーグと関わりながら、魅力ですがしかしアメリカンフットボールに貢献したいというこの、非常に気概あふれるチームがこの試合のメインスタンド側に陣取っております。本日はチームカラーとなっております。オレンジユニフォームをまとい、そして今シーズンよりユニフォーム変わりまして、さらに新しいイメージアップを図らんとするトライスターズです。さあ対しまして反対側、本日はビジターチームという扱いになっておりますのが、ホワイトのユニフォームをまとっておりますクラブアイランズです。こちらは、株式会社ワールド神戸にありますアパレルメーカーワールドの社内のメンバーが中心となりまして、チームは発足いたしました。現在はそのワールドのスポンサードは離れまして、クラブチームとなっております。しかし神戸芦屋浜を拠点としまして、練習を行っており、今季も X3 でその躍進途減という形で挑んでおります。こちらもユニフォームを一新しまして、本日はホワイトのユニフォームのため、そのカラーリングはっきりという形ではありませんが、しかし全身白にまとった非常に、フレッシュなユニフォームになっております。この領有、この春は非常に似通った状況にあり、現在、このフィールドに立っております。両チームともジュニアトーナメントには参戦いたしましたが、その初戦においてどちらも敗戦という形になり、結果的にトーナメント敗退という形になっております。しかしその敗者によって組まれました交流戦によって今回参加する形になり、そしてお互いにその、秋に向けての突破口を見出さんという一戦を控えているという、そのような状況での一戦になってまいります。
この両チーム、そしてカラーリング現在のチームの特色としても非常に似通っております。両チームともかつて、トライスターズは2012年に X3 制覇、そして、クラブアイランズも2016年17年に連覇するという形で、ともに X3 においてその力を発揮しておりましたが、しかし入れ替え戦において、X2 昇格に挑め、未だ達成できていない状況に戻っております。しかしかつては両チームともそのような舞台で戦っていたこともあり、なんとか復活を遂げんというところですが、現在はまだ再建中といった状況にあります。共に両チームその優勝当時を忍ばせる非常に強固なディフェンスを持っているのも特徴的です。非常に人材あふれているという点では、その点ディフェンス陣は非常に研ぎ澄まされているのですが、両チームとも課題となるのがオフェンスチームといったところでしょうか。そしてこれに関して面白いことに、両チームとも同じアプローチでその突破口をクォーターバックに見出そうというふうに考えているものです。後ほどご紹介させていただきますが、共に本来の正クォーターバックだった選手ではなく、他のポジションからクォーターバックをコンバートし、それぞれのオフェンスの突破口を見出そうとする、そのような動きも見受けられます。アメリカンフットボールは本来は専業性が高いスポーツとは言われていますが、しかし同時にその才能がありましたら、さまざまなポジションに転用できるマルチプルなスポーツでもあります。こういった点がこの交流戦ではご覧いただくことが叶うかもしれません。その点でもご注目ください。また本日の配信は、先ほども画面ご紹介させていただきましたが、私自身もちょっとした実験をさせていただきます。本来の私の配信では、カメラエフェクトといったものは配信の安定性の問題から今まで避けておりましたが、今回は、試験的にそのエフェクトを加えた形を、導入してみました。これが今後できるかどうかといった部分が、実際に私もやってみながら試していくという格好になりますけれども、今回はその部分を含めまして、私の配信をご覧いただいている方々はちょっとご注目いただければ幸いに思います。審判がフィールドに入りまして、両チームの首脳陣招きでこれより試合開始の時を迎えます。令和6年5月19日、場所は大阪 NK タクシーフィールドエキスポにて、 2024X リーグジュニアトーナメント交流戦、クラブアイランズ対トライスターズの一戦がまもなく行われます。試合開始17時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前に陣取りますのがホームチームという形になっておりますトライスターズ。チームカラーのオレンジをまとっております。奥側に陣取りますのがアウェーチームという形になっておりますクラブアイランズです。顔も書いてあると思って顔も書いてあると思って鳥が裏です、ここすいません表から裏さ裏でコールこちらクラブアイランド後半のチョイスコイントスはクラブアイランド取りましたが、しかしその選択権は後半に行使いたします。トライスターズレシーブ、クラブアイランズキックオフ、トライスターズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形で行われます。両チームサイドラインでハグドを解きまして、これより試合開始の時を迎えます。まずはこの試合はクラブアイランズのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフいたしますが、クラブアイランズ9番の選手がキックオフキッカーを務める模様です。
クラブアイランズ、9番は砂川、手塚山大学出身のプレイヤーです。対しましてトライサーズは3枚のブロッカーの後ろにエースリターナー27番を配置いたしました。トライサーズリターナー27番は佐川です。こちらも手塚山大学出身のプレイヤーです。岸君も同じ大学の、キッキングチーム、キッカーそしてリターナーによってこの試合は封を切ります。さあトライサーズリターンに入った。さあ27番中央突破を図ります。さあ抜けていく、ナイスリターンになっている。さあどこまで行く、抜けている、ナイスリターン。リターナー27番ボールを持ちまして相手の出方を見伺うように待機し、そしてその一瞬の隙をつきまして右を分押しそう。相手のプレッシャーをかわしながら一気に相手陣16ヤード付近までリターンする見事なリターンで攻撃位置を確保しました。この位置からトライサーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、ボースダウンとその回数を表します。その4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあ一気に相手陣16ヤードからトライサーズファーストダウン10、1回の攻撃に入ります。さあまずトライサーズはパスを投じんとしました。クォーターバック21番右にスプリントアウトしターゲットを探しましたが、しかしこれはクラブアイランズのカバーよくゲインは1ヤードほどにとどまっております。ここでクォーターバックに21番の、木田が投入されております。かつてはエースランニング枠としてこのチームで活躍していました。そして今はクォーターバックとしてフィードに立っております。トライサーズセカンドダウン9。さあ今度は中央のランプレー、今度は後ろにいましたランニングバック5番にハンドオフしまして右オフタックル付近突破を図りましたが、これはしかしアイランズディフェンスライン陣踏ん張りましてゲインほとんどなくサードダウンに変わります。トライサーズ相手陣15ヤードの絶好の位置ですが、サードダウン93回目の攻撃残り距離9ヤードに挑みます。クォーターバック21番ハンドオフへから左オフタックル付近突破を図りました。自らの総力で状況打開を図ろうというところですが、しかし攻撃権更新至らずフォースダウンに変わります。さあ結果的に最後の攻撃権となりますトライスターズですが、果たしてここで4回目の攻撃をどうするか。フォーメーションを変えました。フィールドゴールドライキックによる3点を狙います。キックレングスは26ヤードといったところでしょうか。トライサーズフォースダウン5フィールドゴールトライ。キック成功、3点獲得です。トライサーズまずこの最初の攻撃シリーズ佐川の素晴らしいリターンを生かしまして、このフィールドゴールフィールドゴールによってまず先制となります。3点を獲得する形に成功しました。見事フィードゴールを決めましたのはトライサーズ13番の中塚です。森の宮医療大学出身のプレイヤーです。大学にアメリカンフットボールはありませんが、しかしその見脚を生かしまして社会人 X リーグで活躍しております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィードゴールと、そしてエンドゾーンにボールを持ち込むタッチダウンです。フィードゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこのその後にもうワンプレーボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。これ以外は自殺点、自陣のエンドゾーンで倒される自殺点のセーフティーのにマイナス、2点があります。これらの足し算によりましてアメリカンフットボールは試合が決着する方式です。そして先ほど得点を挙げたトライサーズのキックオフで試合再開となります。さあ低いキックを切ってきたアイランズリターンに入る。リターナー85番ボールをジャッグルしましたが、しかしそれを拾い上げて自陣20ヤード付近まで押し返しております。この位置からクラブアイランズの攻撃に変わります。
さあクラブアイランズはそのキッキングにおいて大きなリターンを許してしまった、その結果として、フィールドゴールを許す形でまず先制をトライスターズに許しております。しかしクラブアイランズもこの状況を打開図らんと、ここから反撃に入ります。このようにアメリカンフットボールは失点した側が次の攻撃を得やすい形になっております。さあクラブアイランズ自陣26ヤードからファーストダウン点。さあまずランプレー、ランニングバック42番ハンドオフを受けまして右オフタックルを突破、オフェンスラインマンの最も強力なポイントをつきまして、このブロックを生かして約6ヤードゲインとしています。まず最初のランプレーを見事に決めましたがクラブアイランズ42番の山崎、滝川高校出身のプレイヤーです。そして高卒ながらしかしチームを7年率いるチームキャプテンでもあります。クラブアイランズセカンドダウン4。さあ再びランプレー、同じく42番にボールを託しましたがここでイエローフラッグ反則が発生しております。審判団からフィールド上に黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。この反則がどちらにありましたか、まもなく審判団からコールされます。オフサイド、トライスターズ56番5ヤードのペナルティー、セカンドダウンを繰り返します。反則の結果ファーストダウンです。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。いわゆるフライングに相当する反則です。5ヤードの抜体、従いまして残り距離4ヤードでしたので自動的にこれで攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。さあ攻撃権はリセットしクラブアイランズ1回目の攻撃に変わります。ファーストダウン10の攻撃、こちら再びランプレーから入りました。ここは好調な主将42番山崎のランプレーを展開しております。これも約4ヤードから5ヤードのゲインとなっています。クラブアイランズセカンドダウン5、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要蹴りは5ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック44番左スプリントアウトからレシーバーを探しクォーター、85番にパス、これを一旦トライスターズパスカット仕掛けましたが85番見事にリアクションしましてこのパスをキャッチし攻撃権更新です。クラブアイランズファースダウン、見事このパスプレー決めましたのはクォーターバック44番の堀田、京都大学出身、そして取りました85番は寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤーです。堀田は本来はラインバッカーの選手、ディフェンスの選手です。ディフェンスの司令塔ともいうべきポジションの重要なポジションの選手ですがチームの状況を鑑みあえて今シーズンクォーターバックに挑戦しております。さあラン、トライスターズ、失礼しました、クラブアイランズ攻撃を展開します。再びランプレーから入りましてこれも3ヤードのゲインとなっています。双方ともにディフェンスフロントには一律の長、がある素晴らしい人材を揃えておりますが現時点ではアイランズがオフェンスラインかなり押し込んでいる感があります。クラブアイランズセカンドダウン7、パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック44番プレイアクションから左に展開していた85番にヒッチパスを投じましたがしかしディフェンスのプレッシャーもあってかパス不成功になっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。前パスは失敗しますと攻撃は元の位置に戻され次の攻撃に変わります。結果的にゲインがない格好になりますのでそのリスクもあります。またパスが奪われた場合には攻撃権を失います。クラブアイランズサーダウン7、ナイスタック、
ここでアイランズはオプションプレーを展開しました。ここはランニングバックに投げ渡し、右オープン展開をしようとしましたが、このランニングバック42番をトライスターズ7番見事なソロタックルで仕留めまして、ノーゲインフォースダウンに変わります。素晴らしいタックル決まりましたのはトライスターズ7番の瀬尾、同志社大学出身のプレイヤーです。双方とも関西一部で活躍した名手もあり、また在野で、在野から這い上がってきた選手あり、非常に色とりどりの選手が両チームの陣容を彩っております。アイランズ、ここはパントで、状況を、終わらせる形にいたしました。しかしこのパントをコントロールよく、トライスターズ陣14ヤード付近で攻守交代となります。さあクラブアイランズの最初の攻撃は結果的にはパントという形に終わりました。しかし陣地は大きく押し返した形になっております。トライスターズ自陣14ヤードから、2回目の攻撃シリーズに入ります。トライスターズ自陣14ヤードからファーストダウン10。さあランプレーから入ります。手入れ枠に入っておりました、41番の選手でしょうか。この選手にハンドオフしまして、ディフェンスは中、割り込んできましたが、それを見事にかわしまして、約5ヤードから6ヤードのゲインとしています。素晴らしいランプレーを展開しました。どこで倒されるかが非常に次の攻撃に大きく影響するアメリカンフットボールは、非常に先ほどのプレーは効果的でした。41番は山本です。手塚山大学出身のプレイヤー。パス成功、さらに行きます。まだ行く、ブロッカーいる。さあ前が空いた、追いつくか、振り切った、タッチダウン。ここでクォーターバック21番中央プレイアクションからワイドレシーバー41番にパス、41番これをキャッチし一気に独走、相手ディフェンスがカバーする中、しかしそれを振り切りまして一気にエンドゾーンになだれ込んでタッチダウン。トライスターズ、ここでクォーターバック21番木田から41番山本へのホットラインが機能しまして、さらにタッチダウンを上げて得点を広げる形に成功しております。現在負傷者が発生しているため、レフェリータイムアウトが取られています。さあプレー再開です。トライサーズトライ4ポイントに入ります。タッチダウンの後のワンプレーです。このキック見事決まりまして、トライサーズ10点、クラブアイランズ0点となりました。クラブアイランズもオフェンス、ランプレー好調で状況を打開図らんというところでしたが、しかし次の攻撃を見ましたトライサーズが見事なプレーアクションパスによるタッチダウンを決めまして、その差10点に広げた形になっております。さあそして試合は先ほど得点を上げる形に成功しましたトライスターズのキックオフで試合再開となります。ここでレフリータイムアウトが入っています。審判団そのポジショニング調整をいたしまして、まもなく試合開始となり再開となります。再開します。
トレーサーズキックオフいたしますのは13番の中塚です。堀宮医療大学出身。ハイランズリターンに入ります。左サイドライン際を駆け上がろうとしましたが、しかしトライサーズカバーしまして、アイランズはアイランズ自陣30ヤード付近からの攻撃になります。リターナー85番は寺崎でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあトライサーズが得点を重ねている状況ですが、しかしアイランズもオフェンス陣、ランプレー、そしてオフェンスライン陣は好調です。この攻撃シリーズ注目しましょう。ボールオン自陣30ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。クォーターバック44番ハンドオフをフェイクし自らキープを展開しました。相手の状況を見てのオプションプレーだったと思いますが、しかしディフェンスライン陣殺到、しかしそれをなんとか振り切り前進図りの、しかしノーゲインという形になっています。訂正いたします、1ヤードロスという形に変わっております。クラブアイランズセカンドダウン11。パス不成功。クォーターバック44番ハンドオフェイから右スプリントアウト、そこからランパスオプションを展開しパスを投じましたが、しかしターゲットへのパスが届かずパス不成功となっています。ダウンを一つ失ってサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン11。ナイスラン。ランニングバック42番ディレイドローの中央へのランプレー、遅いタイミングの、ベリー、いわゆるボールを乗っけた状態のまましばらくキープする状況から一気に中央突破、そしてこのランが見事に決まりまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストダウン、見事な時間差のランプレー決まりました。素晴らしいラン決めたのは42番の山崎でした。滝川高校出身、チームキャプテンです。クラブアイランズ自陣42ヤードからファーストダウン10。ここでクォーターバック44番、ハンドオフスナップを受けた際にボールをジャッグルしましたが、それをなんとかリカバリーし、相手テックル殺到する中、むしろ2ヤードから3ヤードのゲインに変えました。プレーが崩れた中よく奮闘してこのプレーをゲインに変えましたのはクォーターバック44番堀田、京都大学ギャングスターズ出身。さあ奮闘しておりますクラブアイランズ、徐々に押し返してまいりました。セカンドダウン7の状況、ここでスプリントドローを展開しました。クォーターバックが外へ出ると見せかけランニングバックにカウンター気味に走らせるドロープレー、パスに見せかけたそのカウンターが決まりまして約3ヤードから4ヤードゲインとしています。キャリア42番は山崎です。ここでホイッスル、ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてトライスターズ10点、クラブアイランズ0点。
攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。